ロイヤルトルーンゴルフクラブは、スコットランドサウスエアシャー、グラスゴー南西にあるリンクスゴルフコース。現在は合計45ホールを持つクラブだが、1878年の設立当初はクライドワンガンの5ホールしかなかった。1881年、ジョージ・ストラスが初めてのクラブプロに任命され、1882年の全英オープン優勝者である。 ウィリー・ファーニーと共同でオリジナルのコースの18ホールコース価格調の設計を行い、1888年に完成した。このクラブ形成期には、二人は隣接するプレストウィックゴルフクラブのグリーンキーパーだったチャーリー・ハンターの支援を受けた。1887年にストラスがクラブを辞めると、代わってファーニーがヘッドプロに就任し、 1924年に死ぬまで、この職を守った。ファーニーは、ポートランドコースの設計も行った。このコースは、地元最大の地主で、クラブの常連客であり世話人でもあった第6代、ポートランド公爵にちなんで名付けられた。クラブ施設は、西側は、クライドアン、南側は、ハウストレーラー駐車場、東側は、鉄道線路と、幹線道路、そして北側は、 トルーンの街に囲まれている。グラスゴープレストーイック空港がクラブの南東にあり、低空飛行する航空機がコースの南端近くを通過する。1923年にこのロイヤルトルーンで初めての全英オープンが開催されたが、これに先んじて時代を代表する建築家の一人であり全英オープンに5回優勝した世界ゴルフ伝道入りゴルファーのジェームズ・ブレードにより、 大がかりなコース回収が実施された。いくつかのホールはその後に T が新設されたが、それ以外は現在でも、基本的にはこのブレードによる回収そのままである。1978年、会場100周年時にロイヤルの称号を授与された。クラブハウスの中は、ゴルフに関連する多数の歴史的アイテムが展示されている。チャンピオンゴルファーであるコーリン・モント・ゴメリーの 父親であるジェームズ・モント・ゴメリーが1980年代に代表者を務めていた。オールドコースは PGA 及びヨーロピアンツアーによりメジャー大会の一つとして指定される全英オープンを開催するコースの一つになっている。最近の開催は2016年で2023年には開催10回目が予定されている。過去にロイヤルトルーンで開催された全英オープンの 優勝者としては、ジャスティン・レナード、マーク・カルカ・ベッキア、トム・ワトソン、トム・ワイス・コフ、アーノルド・パーマー、ボビー・ロック、アーサー・ヘイバースが挙げられる。1962年の大会以降2004年まで、6回連続で、米国人プレイヤーが優勝し続けていたが、2016年に、スウェーデン人、ヘンリクス・テンソンが優勝して、連続記録は継いえた。オールドコースでは、 スタートから6番まで海沿いに南に向かってホールが続く。見通しが良く、スペースも豊富だが、深いバンカーを避けるため正確さが求められる。コースコア記録の多くはこの序盤がセフーの条件で発生する。7番以降は方向が変わり内陸側に入る。ここから6ホールは、丘陵上の砂地と深いハリエニシラなどの植生地の間で方向を変えながら進み。 フェアウェイを外れるショットは厳しく罰せられる。このセクターには10番と11番では、ブラインド状態でのティーショットが必要であるなど、難易度が急に上昇する。13番、ホール以降は北に向かって、はじめの6ホールの横を反対向きに進む。13番は、距離があり厳しい。さらに、距離のあるパー4のホールが3つと、2つのタフなパー3。 冒険を要求されるパー5ホールが待っている。風が強くないことは稀である。ロイヤルトルーンにはすべての全英オープン会場の中でも最短と最長の両方のホールがある。世界でも最高のホールだと言われる8番のパー3は距離こそ123ヤードだが、グリーンの広さが293平方ヤードしかない。その2つ前の6番ホールのパー5は長さが601ヤードある。 11番はメジャー大会全部を合わせても最も難しいホールの一つとされる。近年はパー4でプレイされる長いミドルホールで T ショットは着地場所が見えず深い草地を越えなければならず、右側は鉄道線路があり OB になっている。小さなグリーンへの長いアプローチショットが必要だがグリーン資金には OB がある。2016年7月1日に 女性会員を認めるかどうかの投票が行われた。これは2016年の全英オープン開催に影を落とす可能性と将来ロイヤルトルーンが全英オープン開催会場から外されてしまうことの両方を避けるためのもので結果は圧倒的多数の賛成による可決となった。オールドコースはロイヤルトルーンを代表するチャンピオンシップコースだが第二のコースとして ポートランドコースもある。1895年に完成し、その後1921年に著名な設計家で世界ゴルフ伝道にも名を連ねるアリスター、マッケンジーにより改修された18ホールコースで、オールドコースに比べて距離がかなり短いが高い水準のコースである。オールドコースの北側のやや内陸部にあり、直接クライド湾に面したホールはない。 ポートランドコース専用のクラブハウスを持っている。クレーゼンドコースはすべてパー3、9ホールのコースである。クラブは開園制であり、ゲストは特定の決められた時間帯に予約の上、ハンディキャップを証明する書類を持参することで入場できる。オールドコースは4種類のティーがある2016年の全英オープン時、以前の全英オープンにおけるコース長。 1962年から1989年までの全英オープンでは11番ホールはパー5としてプレーされた。トルーンではこれまでに全英オープンが9回開催された。全英女子オープンもトルーンで開催予定。ありがとうございます。